どうもこんにちは、たまじょうと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。今日はですね、二子玉川にやってきております。はい、今日なんですけれども、佐藤由紀さんのハーフマラソンの大会があるんですよ。まあ、僕以前も SG さんには結構合宿とかでお世話になったんですけど、その西川コーチからお誘いがあってですね、そのコーチの西川コーチがね、今来てくださってるぞということで、ちょっとお呼びしてね、企画の説明とかもしてもらいたいなと思います。ではお願いします。来ました、西川コーチです。じゃ、いや、お久しぶりです。お久しぶりです。いや、今日呼んでいただきありがとう、ありがとうございます。全然なんか来てくれなかったから、日本選手権に挑戦しますね。いや、忙しいから。去年はあんなになんか来てたのに。いや、本当はもっと全然来なくなった。いや、めちゃめちゃ合宿とかも行きたいんですけれども、また夏とかあったらぜひお願いしますと、はい、リアルに1年ぶりぐらいですか。前回の、ちょうど1年ぶりぐらいですね。はい、っていうか、ちょっと1年以上じゃん。そうですね、前回の合宿が5月ぐらいに去年行かせていただいて、その前に佐藤由紀さんの 3000m のペーサーをやらせていただいて、7分台が出た、7分台出たやつ見てほしいなと思うんですけれども、はい、まあ、今日は一人ハーフマラソンということで、ペーサー陣も今日豪華なんですよね。SG さん選手が引っ張るという形でやるということで、僕はラスト3キロちょっと頑張っていきたいなと思うんですけれども、まあ佐藤選手に終わった後、まあ聞けたらですけど、感想とかもね、お聞きしたいかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。しっかり引っ張ってください。はい、わかりました。じゃあいつものポーズお願いします。では、ちょっとあれですよ、あれ覚えてますか。もちろん。あれです。はい、いきます、いきますよ、いきます。それでは早速やっていきましょう。それ違う、タムジョー YouTube。はい、ということで、すみません、勝手に撮っちゃったんです。あ、すみません。今日はいかがですか、調子は。まあ多分行けるでしょってか、行けないと多分、まあ、マラソン見えてこないんで、まあ、行けるようにね、まあ、今日のベストを尽くしたいと思います。今日は62分ぐらいですか、目標は。まあ一応設定としては62分、まあ一応本番のレースペースに近い形で、まあ一応まあ、62分から62分半でいければ、まあ、もうちょっと暑い中でここまでできるかちょっとまだ分かんないんで、はい、まあ、そこでいければいいかなっていう。なるほど。ラスト3キロ僕もめちゃめちゃ応援させていただくので、ペーサーしながら最後まで。ラスト3キロね、余裕があればちょっとペースアップしたいところだから。あ、本当ですか。そこ重要だよ。あ、めっちゃ鍛えておきます。今から。はい、本日よろしくお願いします。ありがとうございます。タムジョー YouTube。一応ペースの1週換算でいったら2分57から56ぐらいで、1週換算でいったら4分57から4分55ぐらいっていく予定だけど、前半、まあ道もあれだし、しっかり見ていきましょう。4分57ちょい、そのぐらいで言ってもらって、まあ後半しっかり様子見ながらいければいいかなって。間もなくね、スタートなんですけれども、ちょっと僕だけちょっとやる気ない格好なんですけど、ちゃんと後で着替えるんで安心してもらいたいなと思うんですけれども、まあ、佐藤由紀さんがハーフマラソンを走られるということで、そうですね、暗くなってくるんで、なんかすごい明かりをみんなで、ボランティアの人とかお客さんとか照らしてくれるんで、面白いレースになるんじゃないかなと思いますね。 OK、 じゃあ頑張って、頑張っていきます。じゃないけど、いや、やったじゃないですか。やったじゃないですか。なしで、いいですか。じゃあ、頑張りましょう。よろしくお願いします。よし、じゃあいきます。はい、よーい、はい、はい、はい、ということで、今スタートしましたので、僕ラスト3キロに向けてちょっとアップしていきたいと思います。はい、頑張ります。頑張りましょう。しゃ、さあ、まもなく2周目です。 3.2 キロ通過です。さあ、中谷くん引っ張って引っ張ってます。
レークライト。さあ間もなく 5000m 通過ですね。さあ 5000m 通過。14分56秒。 5000m 14分56秒。出番がやってくるんですけれども、まあ、ちょっとね、佐藤由紀さん今はまあ先頭13、4キロぐらい行ってんだけど、そうね、先頭13、4で佐藤由紀さんがまあちょっと足がちょっと違和感あって10キロちょいぐらいでちょっと止まっちゃったみたいで、でもまたあの走り始めたということで、ここ 一周 1.5 キロコースなんだけど、佐藤由紀さんだけちょっと1周少ない感じで、でも最後まで行くみたいな感じらしいんですけど、まあ、自分の練習だと思ってね、ちょっと今日はやっていきたいなと思います。頑張りましょう。めちゃくちゃサングラスかっこいいね。そうですね、佐藤さんと同じやつをかけてるということで、これね、さっきお送りの、ね、方にいただいたんですけど、はい、今日ペーサーやる人になんかちょっとあげてるみたいで、限定モデル、でこれ非売品らしいんですよ。それを食べる状況、しかもさ、サングラスってさ、めっちゃ眩しい時でかけるじゃん、これ暗い時でもかけれるサングラスなんですよ。なるほどね、すごいサングラスということなので、まあ、これでかけてね、ちょっとペーサーに混じって走っていこうかなと思います。頑張りましょう。いってきます。さあ風が強いんで、これサムジョお願いします。大丈夫に大丈夫だよ。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 皆さん応援よろしくお願いします。最後さあ来てるぞ。さあ来てる、来てる、来てる。さあ風が来てファイトアップだ。イエーイ、イエーイ、イエーイ、頑張れ、イエーイ、頑張れ、イエーイ、頑張れ、ファイト、イエーイ、イエーイ、イエーイ、ファイト、ファイト、タムジョー YouTube。 さあ、佐藤由紀さん最後これプレゼントして終わりました。どうもさん、お疲れ様です。ありがとうございます。最後答えてくださいました。ということで、まあいろんな条件のある中のレースでしたけれども、こういうレースもね、中にはあんのかなと思って、トップ選手でもやっぱきついときはきついんだなっていうのは思いましたね。僕もなんかこういうの見てちょっとなんか勉強させてもらいたいなと思います。今日引っ張ってみてどうでした？いやー、マジで暑い。しかも風がやるすぎてちょっとなんか戻る感じがありまして、それ僕3キロぐらいだったからいいんだけど、ハーフはやばい。マジでやばい。結構きつかった。いや、3キロでもきつかった。だから、まあ、ちょっと気象条件とかちょっと悪かったんだけど、また佐藤由紀選手、ここからもマラソンとかやるみたいなんで応援させていただきます、はい、ぜひ皆さんも応援よろしくお願いします。はい、という本日は玉川 FKT 佐藤由紀さんのハーフマラソンのペーサーでした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイビー。参照しよう。明日から一緒に姿で行く。あ、行く。姿で行きます。これ言っちゃったいって。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあお先に失礼します。さあ、皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。